ベルナー・ハイゼンベルク、ベルナー・カール・ハイゼンベルク、ベルナー・カール・ハイゼンベルク、1901年12月5日から1976年2月1日は、ドイツの理論物理学者、行列力学と不確定性原理によって、量子力学に絶大な貢献をした。ドイツ南部バイエルン州、生誕当時は、バイエルン王国ビュルツブルグに生まれる。 ミュンヘン大学のアルノルト・ゾンマーフェルトに学び、マックス・ボルンの下で助手を務めた後、1924年にコッペンハーゲンのニールス・ボーアの下に留学。ボルンとパスカル・ヨルダンの協力を得ながら、1925年に行列力学、マトリックス力学を、1927年に不確定性原理を導いて、量子力学の確率に大きく寄与した。 1932年に31歳の若さで、ノーベル物理学賞を受賞。母国ドイツでは、ナチスドイツの台頭で同僚の多くがドイツを去ったが、ハイゼンベルクは、プランクからの、今は生き残るために妥協を強いられるにしても、破局の後の新しい時代のドイツのために残るべきだ、という助言もあり、ドイツに残ることにし、場の量子論や原子核の理論の研究を進めた。 ナチス政権下では、相対性理論及び、ユダヤ人物理学者を擁護する立場を取ったため、シュタルク、レーナルトラナチス党員の物理学者から、白い、ユダヤ人と呼ばれて強い攻撃にさらされた。ナチス政府から招集され、第二次世界大戦中は、原爆開発、通称、ウランクラブに関わった。イギリスのベルリン空爆で、家を失ったが家族に、犠牲はなかった。 戦後は1946年から1970年までマックス・プランク物理学研究所の所長を務めた。ハイゼンベルクはドイツの原爆開発チーム、ウランクラブの一員だった。しかし後にこのことは精神的に苦痛だったと書いている。1941年、ハイゼンベルクはデンマークのボアを訪ね、理論上開発は可能だが、技術的にも 財政的にも困難であり、原爆はこの戦争には間に合わないと伝え、あるメモを手渡した。ボーアはそのメモをアメリカのフンスベーテに渡した。ベーテによると、それは原子炉の絵だった。ハイゼンベルクのシンクロトロンが火災を起こし、懸命な消火活動によっても、1ヶ月間、沈下することはなかったため、世界中に、 ニュースとして配信されたところ、その新聞記事を読んだアルバート・アインシュタインは、ハイゼンベルクがとうとう原子炉の開発に成功したので、原爆を作るのは時間の問題だ。と考えた。米店の手に渡ったニールス・ボーアとのデンマークでの階段で手渡した重水炉の聖を見せられていたアインシュタインは、妄想にしか過ぎなかった原子爆弾開発競争を決心した。 ハイゼンベルクはナチス交換による電力不足の解決方法を重水路でするという方法を打ち明けた。自らは重水路の開発をサボった。それを知らなかったアメリカはスパイを使っては学会会場やパーティー会場で何度もハイゼンベルクの暗殺を図ったがすべて失敗に終わった。このようなことからハイゼンベルクはナチス原爆開発の意図的な遅延や連合国側に ドイツ側の情報を伝えることで、原爆開発競争の抑止を図ろうとした、という見方がある。終戦後は、他の開発者と共に、イギリス情報局秘密情報部の手で、イギリスのファームホールに軟禁され、広島、長崎の原爆投下のニュースもそこで聞いた。それを聞いたハイゼンベルクは、そんなことは、不可能だと驚いたという。 流体力学に関する博士論文をミュンヘン大学に提出し、高等諮問をーン教授から受けたが、実験物理学に関する質問、顕微鏡等の分解能や電池の原理に全く答えられず、平均的な3という表情を得た。1923年、同じくミュンヘン大学に博士論文を提出した友人のパウリは、表情1、最高評価であった。 ハイゼンベルクは博士法取得後にボルンの助手になることが決まっていたが、高等諮問の終了後、ボルンに会うや、否や、私をまだ採用するおつもりがあるかどうか知りたいですと尋ねた。ピアノの名手であり、少年時代に将来は科学者になるか、ピアニストになるかを真剣に悩んだという。1941年にハイゼンベルクとボアがコッペンハーゲンで会った際に、 何が起こったのか特に、ナチ体制のために、核兵器を開発していくことについてハイゼンブルクが、どういう意図を持っていたかにて、この会見から何がわかるのか、ということは、多くの関心を集めている。マイケル・フレーンの1998年の儀曲、コッペンハーゲンはこれを主題とし、高い評価を受けて、舞台芸術関連の賞もいくつか受賞している。 本議曲は BBC によって、ボーア役がスティーブン・レイ、ハイゼンベルク役がダニエル・クレイグというキャストでテレビドラマ化されおり、2002年9月26日に初放映された。BBC の科学ドキュメンタリーシリーズ、ホライズンでも同じ1941年の会見がすでに1992年にテレビ化されており、ボーア役はアンソニー・ベイト、ハイゼンベルク役は フィリップ・アンソニーであった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。